映画撮影の現場とかを見てるとこういうものが出てきますね。カメラを回した直後にこれでカチンとやる、だからカチンコって言うんですけど、これってここになんか字が書くところありますので、何か分かりやすいように字を書いとく、それだけのもの、そういうふうに思われてますけど、だったらこんな機能いらないだろうって、これは何なんだっていう、あのみんなにこれから撮影しますよっていうこの合図だったら監督が指示出せばそれでいいはずなんですけど、その後になんぜこんなものがあるのか疑問に思う人多いんじゃないかなと思います。正直今このカチンという機能あまりいらないような気がするんですよね。それ昔の撮影というと、そのフィルムの部分と音声の部分って別々でした。音声はテープレコーダーで撮って、フィルムはカメラで撮る、それ別々だから意図的に合わせないといけないんですよ。その合わせる作業を楽にするためにこういうものがありますね。撮影するときにテープレコーダーを回しながらカメラを回す、それで撮影の前にこれカチンとやる、そうすると結構エッジの切れ音が出ますね、カチンという。そうするとテープレコーダーの方にもすごい立ち上がりでカチンという音が入ります。それ後で音を合成するときにこのフィルムの方のこのちょうど当たるところ、この部分を見つけます。この部分を見つけてテープレコーダーの方の音がカチンと入るところ、その部分を合わせます。そうすると映像と音声が合うんですよ。だからこんな鋭い音の出るものがついてますね。でこのアイディアなんですけど、まあ、こんな大げさな機材を使わなくていいんですけど、今でも役立つ場合がありますね。あの複数のカメラで撮影する場合、マルチアングルの映像を撮影する場合にこれがあると便利ですね。あとは音を別撮りしたい場合、それ撮影するときに全ての機材を一箇所に集めてこれに向けます。 IC レコーダーもこれに向けます。それ録音状態、録画状態にした後でこれをカチンとやります。そうすると全てのカメラにこのカチンというタイミングが取られてて、全てのマイクに対してこの音が入ってます。だから後でぴったし同期を取ることができるんですよね。今は最初にって言いましたけど、後ろで入れることもできますね。最初は適当に取っといて、後でみんなで集まってみんなのカメラでこれを撮影してこうやる。そうすると全てのカメラの最後の部分にカチンコのカチンとやった部分、それが入ってます。そうすると後ろで合わせることができるんですよ。これっていうのは何か始まるよっていう挨拶と、ここになんかデータを書いとく、それだけじゃなくてこの機能にも実は意味があった、最近ではあまり重要視されないのかなと思いますけど、こういう機能があります。まあ、ちょっとした知識として覚えておいてください。